今日午後、福岡市天神で行われたパレードには、若い世代を中心におよそ100人が参加しました。パレードでは、再生可能エネルギーの積極的な活用などを訴える横断幕を掲げながら、地球温暖化の防止を呼びかけました。異常気象が起きてて、それによる災害もたくさん知ってたので、この場に来て一緒に話をしていく中で学びを深めようと思って来ました。皆さんに意識してほしいことは、より社会を変えるために普段の生活で気候変動の話をしてほしいなと思います。このパレードは福岡県内の高校生や大学生たちで作る団体が4年前から毎年開催しています。